竹内家は、区家の一つ。本生は源氏。いわゆる道場源氏で、家系は、生は源氏の一家系、川内源氏傍流の品の源氏平賀氏の一族の流れである。価格は、繁華、家業は、急千と章と和歌。大内これのの系統である、竹内信次、七父氏が竹内を称したのに始まる。小鹿野家の初代部だった、七の子孫の聖三位大前代部。 竹内清春の時代、将軍、足利義輝の失踪によって、竹内家は、道場家に加えられた。しかし、清春は、織田信長のことを、熟した一軸のごとく気より、地上に落ちるだろうと評したために信長の激鈴に触れ、元気2年9月18日に、大江長原で斬首された。竹内洋は冷静派の歌人で華道の名人として、知られた。その経史。 おもんみ、えいごは、霊勢家一門の藤谷家からの養子が続き、霊勢派の和歌の家となった。極意極官は肖像くらい悲惨着だったが、工事、伊王、おもんみえは、特に十二位に上されている。江戸時代の家録は187国。明治維新後に家族として春のりが、死者区に除せられた。竹内家国立歴史民族博物館の、 急行給料取調調データベースより算出した幕末期の竹内計量は以下の通り。ありがとうございます。